まあ今回ね、このロードモバイルさんの方で3人で乗り込むんですが、はい、まあもう対抗戦言うてるんでね、ここで、もう、バチバチにボコスカやり合います。バチバチにボコボコにやり合います。はい。まあ、こうホームページもね、うちらのキービジョン使っていただいております。ね、ありがとうございます。うんうん、まあで、そのね、ホームページに書いてるんですけど、推しのギルドに入り、仲間と協力して勝利をつかみ取れ。あなたの活躍次第で推しの優勝が決まるということで。これ誰推しなのかな、みんなは。誰が好きなのかな。ラナンキュラスだけではなくね、もうそれぞれのリスナーが総力戦ってことですよ、これ。そうなんですよ、うん、うちら3人だけの戦いじゃないから、そう、みんなも巻き込んで、シロツメイトとポンメイトとファムユの戦いなんですね、うん、仁義なき戦いが。実はね、ここから始まります。お前たちにかかっているよ、はい、そうだぜ。まあ、で、あれだね、その、どうやったら優勝になるのっていうところがあると思うんですけど、うん、まあ、こちらにイベントの最終日でギルドの総パワーと個人の城レベルのポイントを換算した合計のポイントが高いギルドが優勝となります。うん、まあ、イベントルールにつきましては、公式ホームページの方ね、しっかりルール書いておりますので、こちらご確認いただければなと思います、ね。うん、まあ、見てもらうとわかるけど、中間発表みたいなのとね、最終発表とであるので、うんうん、まあ、それもちょっとチェックしてもらえたらと思います。まあ、今出してますけれど。はい、ね、こちらですね。めっちゃわかりやすいホームページだよね、これ。めっちゃわかりやすい。興味やすいね。あと多分これちゃんとスマホで見れるようにしてくれてるね。ね、ありがてえ、マジで。ありがてえ。こんな感じで、はい、なっております。はい。はい、うん。で、はい、ね、というわけで、まあ、ゲーム画面が今出てますか？はい。はい、出してまーす。はい、まあ、こんな感じのゲームです。うん。うむ。うむ。これもう、人入ってきてるんですか？いや、まだ入ってないんじゃないんかな。入ってるかな。あ、でもなんか、え、大丈夫です、ゲーム画面が。よろしくお願いしますって言われてるんだけど。じゃあ入ってるかもしれんな。入ってきてんだ。かな。まあ、こちらのね、ゲームがそのなんか、まあ最初に説明した通り、いろいろ強くなったりするんですけど、うん、するのか、なるというかするんだけど、うん、まあなんかとにかく城のレベルを上げるのがなんか大事なんだよね、多分。そうね。うん、その中間発表がですね、白レベル15に達成しているといいよっていうやつがあるんで、ね、ああ、そうそうそう、中間発表、待って いつにあるんだって言ったっけ、10何日だよね、18日か、11月18日の、うん、今日の配信、あ、18時ぐらいか、11月18日金曜の18時頃に中間発表があって、それまでになんか白レベル15に到達してるといいみたいな、なんか点数が加算っていう形式になっているんですけれども、はい、え、じゃあ、はい、一旦今回うちらの今白レベル発表する？いいよ。あ、そうか、じゃあディスコードで上から。あ、じゃあ待って、一旦お店言い出しっぺだからお店から発表するんですけど、お店はまあ、うん、これ6ですね、白レベル6。お店よつはちゃんって名前でお城建ててるんですけど、うん、まあなんかこの白レベル6にするとね、ギルドに参加できるってことで、一旦こんな感じでやってみてはいるんですけど、うん、まあお店は6と。じゃあ、むゆか、次は。うん、むゆさんは。まあ、むゆもまあ、この間ね、やっぱみんなで6にあげたんで、うん、まあ、6。6か。なのかなって。はい。まあ、はいはいはい、みんな6なのかなってやっぱ思ってます。ああ、なるほどね。で、ポントさんは。うん、ああ、なんか、18。はい。18。お結構でいいですか？ 18。18ですか？あの、ロードモバイルが楽しすぎて、やっちゃったんですか？空いた時間にやってたら、18までやっちゃって、サブロク18に3倍じゃねえかいや、なんとなくさ、ウミセとね、あの、ムユは、うん、ま、6ぐらいで一旦止めといて、みんなと強くなっとくかと言いつつ、あとちょっとなんかそんなにがっつりやれてなかったんだよね、時間があんまり取れなくて、ね、やれてなかったんだけど、うん、割と、ポントさんなんか忙しいにもかかわらず合間合間にやっていたと聞きましたが、いやー、まあ、楽しすぎるのが悪いよね、逆に言うとね。ロードモバイルさんが悪いってこと。あ、ロードモバイルさんが楽しいのが悪いんだ。あら、楽しいのか、楽しすぎたよね、ちょっとね。まあそうですね。二人合わせて負けてるとか言うのこれからだよ。お前たちと協力して我ら強くなる。でもお店ね、資材はたんまりあるので、別にもう今すぐ上げてもいいんだ。今上げますじゃん。国力27万あるし、全然今なぜか国力、あ、お店11万、え、あれ、え、え、待って、天笠さん国力いくつって言いました？え、27633
これね、左上のね、拳、あの、四つ葉ちゃんって書いてある、その下の拳マーク、ここにね、書いてあるんだけど、梅沢は、117,754 ですね。もう。あ、ま、待って、その、待って、ポポポントさんはいくつなんですか？55万。キャーって言ったんだからね、もうそれでいいわ。もう、55万と。55万、11万？え、天賀さんは？ 2万7000。まあ、でもまだ伸びしろがある国として天ヶ瀬の国を選んでもらうもよし、まあ、中堅で手堅くやっていく店もよし、もう飛び抜けちゃってるからなっていうのでポンと選んでいただいてもよろしいんですけれども、まあ、まあまあ勝ちたいんやったら、まあ、ポンとのギルドやなこれな。なるほどね。あ、まあ、ちょっとこれ海瀬の画面で今ちょっと出したんだけど、さあポンとさんのとことか見に行けんのかな、分からぬ。ちょ、見に行ってみていい？やだ、なんでだよ。来ないでよ。よろしくやってんのによ。ポントさんのとこの座標はどこかなと。いや、そのうちにハピのとこに行っても攻めようかな。待って、あ、やばいかなと。いいのか、攻めた、攻め返すけどね、お店の方が国力上だかんな。え、そんなバトれんの？え、なんかどうなんだろう、バトりはしないんじゃないのこれ、うちらは。え、バトるのかな、うちらもバトれるこれ。そんなにいいじゃん。待って、移動します。あ、ここポントのポントハウス、ポンポンポントだ、ここだよみんな、ここがポント、打倒ポントね。天笠はちょっとまだ赤ちゃんだからね。ここポポントポポポントだわ。うわ、やば、ほんとだ、18の人いるわ。え、ポントさんち攻撃できるよ。え、やめてよ。え、連合軍で攻撃をできるぞこれ。ポポポポぶっ壊せるぞ。ポポタウンを、なんだっけ、ポポの国なんて名前だっけ。ポポキングダムでしょ。そうだよ、ポポポキングダムさんを破壊してもいいってこと。え、天ヶ瀬さんとこはなんて名前なの。なんだったっけ、なんか無ユインドリームランドだわ。わ、すごいね、いいね。くっそ、じゃちょっと天ヶ瀬さんちもお邪魔してみるわ。嘘言おうと思ったのに今。なんでだよ。みんなめっちゃヘルプしてくれる。イルスしようと思った今。やば、うせ、そしたらもうその、そのイルスされたと思いきや、あ、なんか、あ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 、今回のイベント参加のギルド攻撃したら脱退させられるらしいんで攻撃できなかったです。やめましょう。やめましょう。やめましょうね。うちら、うちら不可侵の絆の条約を結びました。どれだけやっぱ土地が豊かかで競ってくるから。そうだよね。あの攻撃とかその怖いことできないから。いや、やっぱあれだな。ちょ、考えなしに突っ込んでくる海瀬のとこ一番最初に滅ぼそうな、みんなな。やばい。おいおい、だ、滅ぼせないもん。滅ぼせないもん。条約があるから滅ぼせないもん。いや。パワーで滅ぼすからな、覚えだけよ。そうなんだよな、なんかいつもさ拳で戦えるの海瀬なんだけどさ、今回に関しては圧倒的強さなのがポントさんなんで、まあ、ポントさんって呼んじゃってるもんだって。いつの間にかね、怯えちゃってるもん海瀬。怖い怖い怖い。教えてください、どうやってレベル上げるんですか。ポントさんどうやって上げてるんですか。コツを教えてくださいよ、同じようにやるんで。いや、教えるわけないだろう。やば、ちょっと共有して。あ、でもね、やっぱちょっと2人は嫌だけど、みんなにはね、ちょっとリスナー、過去リスナーさんに教えたいよね。